こんにちは。ペイペイで二重三重に儲かる方法があります。それはですね、まずはペイペイで買い物するじゃないですか。その買い物の日もペイペイポイントのバッグが高い日を狙った方がいいですよね。先日もスーパーペイペイ祭りとかあって、最大で 49% バッグとかがあったんですよ。私ね、ザイグル買っちゃいましたけどね。で、その他にも5日とか15日とか、特に今日15日ですよね。ここで買うとちょっとチャンスが広がるみたいですね。で、ペイペイポイントで買うのがポイントなんですよ。ペイペイポイントで買って、そしたらね、数日後にペイペイポイントがバックされるんですよ。そのバックをプラスアルファでペイペイ運用に入れるんですよね。で、ここにボーナス運用っていうのがありますから、ボーナス運用ちょっとクリックしてますね。はい、そうするとこういうふうに今ね、私もう勝手に運用が始まってるんですよ。そのペイペイをボーナス運用に入れるだけで、返ってきたボーナスが勝手に運用の方にどんどん入るんですよね。で、利息がつくんですよ、利回りが。で、そうすると二度おいしいでしょ。だってペイペイバックってタダでもらえるわけですよ、現金に類した金額を。で、それが運用で勝手に増えるんで、バックされたポイントがどんどん増えていくって感じですよね、すごいおいしいでしょ。で、これをちゃんと現金の方にね、変えていけるんですよ。ペイペイポイント変えていけるところもありますしね。まあ、運用履歴私見てると毎日のようにね、入ってますよ、バッグが。今日は281円、昨日は140円、その前は140円、その前は70円、その前は203円、まだまだありますよ。これほとんど毎日私バックされてますね。604円とか9円とかね、で、一旦運用引き出しをしました。3月1日です。38,554円引き出しましたね。すごいでしょ。ペイペイで買い物したらペイペイが返ってきて、それが運用になって増えると。で、増えたやつを引き出すと、現金にすると。で、現金したやつは、もうイーサリウム買うみたいなね、そんな感じでございます。いや、すごいですね、ペイペイ。それで、ペイペイ、ジャパンネット銀行がこの度ね、ペイペイ銀行になったんですけども、このペイペイ銀行の口座開設をすると、今ね、なんか1500円だかなんかもらえるんですよね。で、このペイペイとペイペイ銀行を紐付けることによって、またボーナスがもらえるんですよ。これなんか2000円か3000円だったと思うんですけど、合計4500円ぐらい手に入るんですよね。すごくないですか、これ。なんかね、ペイペイがセブンイレブンを巻き込んで、ジャパンネット銀行ね、インターネット銀行の最大手ですよ。これは老舗ですよね。ここを巻き込んで、もうなんかね、ペイペイ経済圏というのができちゃいましたね。私ね、現金を使う機会が本当に減りました。もうペイペイでスマホでチュッ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 って払ってる、あっちもこっちもね、すごくいいなと思いましたね。で、ペイペイって暗号通貨ができるんじゃないかなっていうふうな記載しますよ、ね。で、メルカリも取り込むわけですよ。メルカリも入ったんですか ね。なんかとにかくね、いや、ソフトバンクグループ、ペイペイ、なんかすごいペイペイ銀行みたいなのができちゃって、もうなんかペイペイですね。林家ペイって感じですね、これね。儲かりすぎますよ、これ。だからね、これ使わない手はないですよ、ほんと。現金で払うってことは、それだけ、自分の資産を減らしてると思った方がいいですね。で、私今ね、その隠居してますけども、この隠居暮らしがさらに確実なものになると感じるのはペイペイを使ってるからですね。すごいバックですよ。毎日なんか買い物したらバックされますよ。誰がこれバック負担してくれてるんだろうと。もう消費税 10% とかも気にならなくなっちゃいましたね、本当に。ありがたいですね。車を買った時もペイペイバックがあるといいですね。なんかね、そんな記載しますね。とにかくペイペイおすすめでございます。使った方がいいですよ。使った方がいいです。絶対使った方がいいです。いってらっしゃい。